Apple. Apple Pay. はい、どうもこんにちは、フーガーです。今回もにゃんこ大戦争やっていきたいと思います。日本編のね、第1章で、ゾンビが出ているらしいんですけど、1章をクリアすると、2章にもゾンビが出るらしいんですけど、まあこのままいくと未来編にもゾンビが襲ってくるわけなんですけど、どうなんですかね。はい、ちょっとそこら辺はちょっとよくわかんないんですけど、ゾンビ自体ね、結構不定期に出てくるステージなので、まあクリアしたというか第3章まで行ったって人はなかなか見ないですね。はい、僕は今のとこ、1、2、3、4、5、あ、よかった、広島まで押されてないですね6、7、8、9、10、11、12、13で今栃木県ですね。14、15、16ですね。はい、まあゾンビ自体はとても簡単なんですけど、まあ今のとこ猫缶が160個手に入ったってことかな。10、まあこれで160個目か。はい、まあ普通にゾンビはね、まだ今のとこ苦戦は強いられてないんですけど、あのレジェンドストーリーというかスペシャルステージでローリングデッドっていうゾンビのステージがあるんですけど、それはまだ怖くていけてないですね。さすがにゾンビのね、対策キャラが1体だけっていうのはあのさすがに無理だと思いますんで、はい、ちょっとまだ挑戦するには難しいんじゃないかなという感じですね。はい、まあこれからどんどんゾンビが主軸のステージが増えてくると、ゾンビ対策のね、能力とかも増えてくるんじゃないかなと思いますけど、猫車輪とかもね、エイリアンの能力が追加されましたから、まだわかんないですね。はいはい、ということで今回はなんと、あのまあ今世界を沸騰させている、ピコ太郎という、まあ動画ありますよね、 PPAP という、はい、こちらです。今回はなんとピコ太郎さんがね、なんとユニットとなって登場するイベントがあるんですけど、にゃんこ大戦争バージョン PPAP 登場ということで、CPAP で、CPAC、 はい、まあこちらの方は、各自動画をご覧ください。にゃんこ大戦争のアプリからも飛べますし、多分ピコ太郎さんの YouTubeチャンネルにも上がってるんじゃないかな。ゲームとコラボするのは今回が初めてのことなので、まあ、にゃんこ大戦争にはしては珍しいんじゃないかなと思いますけど、こんなビッグスターをね呼べるなんてさすがだなと思いますけど、はい、キャットパイナッポ、キャットパイナッポアッポーキャットあー、なるほどねはい、じゃあ行きましょう。はい、今ね、イベントが行われていて、ツイッターのね、そちらの方も皆さんご参加いただければなと。10万シェアという、まあにゃんこ大戦争のイベントで一番、なんだろう、規模がでかいっていうのかな。はいすごい、とてつもない、10万シェアってすごいな。世界中の人に期待しすぎじゃないかそれははい、動画が全世界で合計10万シェア投稿達成で限定 EX キャラ CPAC をプレゼント。ピコ太郎さんとはまた違うのかな。これはステージで出るキャラクターなんで、 CPAC がどんなキャラクターなのか今のところ出てないですね。これ両サイドに出てるパイナップルとアッポーペンが出てくるとかじゃないよなさすがに。はい、まあぜひご参加ください。はい、クリスマスイベントもやってますね。メリークーと、今僕が欲しいのこの中だと、赤い敵対策したいんで、でもビジュアル的にはどうだろう、クーちゃんもいいけど、あー、カッパーもいいな。まあ当たれば何でもいいんですけどねイベントてか限定ガチャは本当、当たれば何でもいいんだよ。はい、ガマトとは今58ですね。さっきアップデートしたら、上限解放されたんで、まあなかなか経験値が上がらない、上がらない、本当。成立させてみましょう。今のとこカリスマが3人いるんで、なかなか強いんですけど、なかなかトレジャーレーダー拾ってきてくれませんねカラカラ湿地帯ずっと回してるんですけど、はい、もう5分経ってますねじゃあ早速ピコ太郎さんのステージ行きたいと思います。編成どうしようかな。お、すげえ、ロゴもちゃんと
まあ、P ダンスという、かぶりを含めて、あいつを入れましょう。猫ザイル猫ザイル、猫ザイルレベル上げとくか。でもいいや、こいつはもういるだけでいいんだはい、まあそうですね、なんかバラエティに富んだキャラクターを入れてみたいんですけど、特にないか。ないですね。超激レアも多分メンバーもそんなに変わってないんで、どうしようか。なんか入れたいですよね、猫ザイルとピコ太郎さんが共演する時が来たぜ誰も待ってないと思うけど、はい。まあちょっとな、ないですね。どんな攻撃をしてくるか楽しみなんですけど、多分例のダンスをしてくるはずです。はい、じゃあ行きましょう。 PPAP GO。 よっしゃー。あ、 BGM もあれかと思ったんだけど来たー。ズンズンチャーズンズンチャー全然覚えてないけど、もうあのイントロっていうかなんでこの空間面白すぎだろこれはでかいな意外と顔が。 I have a pen, I have an apple、oh. これはいいですね。うん、いいですねこれなんだ、面白すぎだろこの空間。いいね、攻撃もちゃんとネタに特化しますから、まあコスモですごい。意外とこういう背景が真っ白っていうのは意外とないですよね。あ、意外と攻撃範囲こいつでかいの、射程距離っていうんで、射程距離か。あ、意外と強いのこいつ行きましょう、ジェンヌで一気に攻めましょう。はい、お遊びは終わりだでも意外とこいつ射程距離がでかいんで、苦戦する人はしちゃうんじゃないかなとは思いますけど、うん、まあ距離取ってちゃんと。あ、でも強いなこいつ意外と。こいつって言っちゃったピコ太郎さん。あ、やばいやばい、早く終わらせないと。あ、やばい、怖いなこれなんかあ、強っ、意外と強いな、面白い。いやでもこれは久々にコラボキャラで面白いと思ったキャラクターかな。うん、まあ最近のニャンコ、お、来た。やはりジェンヌにはかなわなかったかなはい、まああとはじわじわやってくださいはい、はい、クリアです。はい、レアキャラピコ太郎ゲット、 OK。 あ、統率力回復するな、ちょっとギリラ行く前に動画撮ればよかった。はい、じゃあ実際にピコ太郎さんを使っていきましょう。去年クリアしたなんとクリスマスが来たやっていこうか。一応クリスマスが近いんで、あ、結構進めてるな。はい、レアキャラだったか、 EX キャラで運いいと思うんだけど、どこだ、レアキャラだったよな。あれ、ピコ太郎さんどこピコ太郎さんはあれ、あ、そうだ、キャラクターをゲットしなきゃいけないんだ。はい、ちょっとピコ太郎さんどうだろう、味方になっても射程距離があのままなのかどうかっていうのが気になるんですけど、ちょっとあとでにゃんこ図鑑の方を見てこれ実写じゃん実写が出てくるって思っちゃうでしょこれは。ペンとパイナップルとリンゴで世界を熱狂させる伝説の男、新婚で78歳の妻がいる設定も忠実ですね。はい、赤い敵の動きをたまに止める。でも射程距離がでかいんで割と使えちゃうんじゃないかな。はい、進化するとじゃん猫太郎ってなんだよちょっとこれね、敵のピコ太郎と並べてみたいので、ちょっとそれをサムネにしちゃおうかこれは面白いなあのピコ太郎じゃないのがいいですね、まんまピコ太郎じゃなくて。なんかピコ太郎と猫だったら、ああ、そうみたいな感じですけど、これはでも面白いな、さすがポノスであるはい、ちょっとまあクリスマス行こうと思ったんですけど変えてみます。猫太郎猫太郎がさらに面白いな。ピコ太郎の動きも面白かったんだけど、
これでもぼちぼち使えちゃうんじゃないか。じゃあ行きましょう。猫太郎なんか本家より柄悪いんだけど。はい、じゃあ行きましょう。でも BGM も PPAP にしてほしかったな。まあ無理だろうけど、そんなことはしなくていいです。別に900か。まあ快適のステージとかで今度出してみようかな。まあ使えるかどうか別として、大きさは大きさもいい感じじゃんこれ。来た、面白いな。射程距離同じだったらすごいことになるんじゃないか。あ、こっちの方が射程距離短いんだ。近い近い近い。やられた。やられた。さすが本家にはかなわないということですね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ピコ太郎さんのねイベントやってますんで、あと半月だから、年末までやってるのかな、どうなんだろう。まあぜひお早めにクリアするだけで、猫太郎がもらえますんで、10万シェア、皆様ご協力ください。 PPPP え？キャット、CPAC だったっけ。どんなユニットか僕も気になりますんで、ぜひ皆さんご協力お願いします。動画説明欄にもね一応 URL 貼っておきますんで、そちらの方からぜひ参加してみてください。うわ、やべえ、めっちゃ体力減らされてる。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ゲットはお早めに。ご視聴ありがとうございました。また明日。